スウェーデンで散髪に挑戦。マルケ。どうもマルケです。今日はスウェーデンで髪を切りたいと思います。スウェーデンに来てもう3ヶ月になるんですけども、結構髪伸びてきました。人によってはスウェーデンでは髪を切らずに1年間そのままという人もいるんですけども、このままではちょっと長いなということで、今日切りに行きたいと思います。ネットでスウェーデンで髪を切った人の書き込みとかいろいろ見てると、結構ね、散髪事情が悪いとかいろいろ書いてあるんですけども、まあ行ってみたいと思います。スウェーデンはね、水道水が硬いので、いくらコンディショナーを使っても髪がパサパサするんですよね。パサパサするんですよね。では散髪行ってきます。ではね、早速歩いて美容院探したいと思います。全然何も調べてないんでね、何もわからないんですけども、こんな感じでルンドの街は綺麗です。まだね、朝ということで通りにはあまり人はいません。ということでダウンタウンに向かいたいと思います。美容院探ししてます。こんな感じで綺麗なランプの店はあるんですけどね、そろそろ見つかるでしょうか。歩いてみたいと思います。通りを歩いてるとこういうところが見つかったので、とりあえずここに入りたいと思います。今散髪終わりました。はい、ということで今髪を切り終えて戻ってきました。こんな感じでね、かなり短くされたんですけどね、日本の散髪とは全然違う、手の動きが全然違いましたね。値段はちょうど150クロナということで、日本円にすると1500円ちょっとでしょうかね。そんな値段でできました。スウェーデンにしては結構安い方だということで、人もいっぱい集まってました。ではマルケでした。マルケ村。